望みは宮城県村田町出身のスケルトン選手。俊足を生かしたスタートダッシュが武器の選手であり、これは村田町立村田第3小学校、村田町立村田第1中学校時代に取り組んだ陸上競技の練習が基礎となっている。宮城県白石女子高等学校時代はソフトボールをしていた。仙台大学進学後に誘われてスケルトンを始める。 2006年11月、スケルトンワールドカップに、初参戦。同年12月の全日本スケルトン選手権大会で、初優勝した。2008年2月、世界ジュニアスケルトン選手権で6位。仙台大学卒業後は、同大学大学院に進学。2009年6月にソリ系競技の宣伝と、スポンサー募集のため、リュージュの原田窓か。 ボブスレーの本間南と共にユニット LBS を結成した。2009年12月全日本選手権で2度目の優勝。2010年バンクーバーゴリンスケルトン競技代表選手に選出された。しかし本番では1回戦前に実施された検査で国際競技団体の企画的合証明ステッカーを ソリに重複していなかったとして、滑走前に失格となった。ワールドカップ出場時と同じソリのため本来は、企画的合証明は済んでいたのだが、オリンピック出場のために、小室が、スポンサーの広告ステッカーを剥がした際に一緒に、証明ステッカーも剥がしてしまったと推測され、その後も競技直前の検査になるまでチームの誰もが、ステッカーがないことに気づけなかった。 2010年12月、ワールドカップレイクプラシッド大会で、自己最高の4位入賞。2014年ソチオリンピックで2度目の五輪日本代表に選出される。念願の五輪競技参加で、全4回戦を滑走して、3、57.76の記録で20選手中19位の成績を残し、滑り切れたことを嬉しく思う。今出せるものを出そうと思った。 競技力を上げられなかった、悔しさもある。と語った。2015年6月、自主練中に、左足やキレス腱断裂の大怪我を負うものの、長野市、ボブスレイリュージュパークの閉鎖に伴い2017年で、スケルトン全日本選手権が終了するまで9年、連続10回目の優勝を飾り、2018年ピョンチャンオリンピックでも、代表が有力視されていた。 しかし日本は2018年1月15日に国際ボブスレースケルトン連盟が配分した出場枠から女子スケルトンが外れてしまいその後出場自大国の補欠として1枠を獲得したものの代表は世界ランキング36位で日本人トップの小口孝子が選出され38位の小室は僅差で出場を逃してしまったありがとうございます